アミちゃん、アミちゃんか。ここで会えるとは。ロジスおじさん、どうしてここに。ファンブルグに何か用事？3日前、商団のみんなと商品の仕入れにファンブルグに行く途中、霞の塔ここに来たのはファンブルグの兵士団にお願いして仲間を。なんですって、浦部姉さんが。どうしよう。浦部姉さんは私に一番親切にしてくれた人なの。助けに行かなきゃ。落ち着いて、今すぐ浦部姉さんを助けに行くよ。必ず助けてあげるから。ちょっと待った。ちっがう。冒険者にとって最も重要なのは装備。カスピートの言う通りね。アミ、焦っちゃダメ。まずは装備品店へ行こう。見てってちょうだい。欲しいものは何でも揃ってるよ。誰か助けて。行くわよ。たちも道に迷った旅人か。いつ入ってきたんだ。一緒に出口へ続く道を探そう。私たちはあなたを助けに来た。ここで待っててくれる？他のみんなを見つけたらここから連れ出してあげる。おお、よかった。本当にありがとう。助けて。あなたたちは。アミ、ここに君がいるとは。私たちは牛鬼に襲われて仕方なくこの霞の洞窟に避難してきた。しかし入ってから気づいたが、ここの地形は時間を追うごとに変化している。今はみんなバラバラにはぐれてしまった。平王子さんと浦部姉さんもどこにいるかわからない。彼らを探してくれないか。わかった、すぐ探してくるから心配しないで。あいつらを追い払ってくれ。アミちゃん、助けに来てくれたのか。牛鬼はフレイヤ東部をうろついている強大な魔族だ。アミにとって大事な人なんでしょ。必ず助けてあげる。ありがとう、みんな。待て、この先は牛鬼の洞窟だ。あんな危険な場所は君たちのような初心者が行けるところじゃない。帰って帰って。トップ、私の大切な友達が牛鬼に捕まってしまって、どうしても助けに行きたいの。お願い。君たちの実力じゃ死にに行くようなもんだ。君たちのために言っているんだ。無駄死にしたいのか。はあ、初心者。痛い目見なきゃ分かんないようだな。君たちのような
レベル上げもしていない初心者は僕の相手じゃない。